王要は、十三世紀高来の創出、元の武将。祖先は、建造の四男、平ょ公王元。父は、永康子王。王要は、信康公に封ぜられ、子に、四空の王。高来氏では、以上の記述で、王には六子があるが、元氏では、密語である。王要は、元詩に記述される王の長詩。 アラツジョ木児と同一人物であると考察されている。王は、モンゴルへの人質となり、幸福源に世話を受け、以後、県長宮廷に仕えている。アラツジョ木児は、父が王、母が長王杯与豪の娘。長王は、オングートの主張家で、大々大派案の皇主が降下する家柄であった。アラツジョ木児は、主元7年、後来に、 日本信仰のためのトンデ計略士が置かれると、その副計略士となる。資源八年には、金通世率いる三別将の乱を平定するため、元軍の一員として、弟の光加工、王博氏と参戦し、三別将を短来追い払った。資源十一年に、昭遊大将軍となり、小津厚氏に従って、日本信仰の第一回目で功績を挙げたという。 資源15年に、沈国上将軍、安部士、高来軍民総監、さらに保国上将軍、統制佐福都元帥となった。資源18年、再度の日本侵攻に参戦したが、嵐の中で乗船が沈没、推死した。元軍としては、紅茶級の指揮下にあることが多かったが、元僧8年にその父の幸福源を残限して、処刑させたのは、王、とその妻子であった。 そのため、大一族らは、紅茶級の恨みを買っていた。ありがとうございます。